アルゴスです。皆さんは映画やドラマ好きですか？私は大好きです。近年映画やドラマを倍速で視聴する若者が増えているようです。通称タイパ、タイムパフォーマンスのことで、映画にもそれを適用させるそうです。芸術鑑賞的側面については問答無用で、そのコンテンツが 何であるかの情報収集的な感じで捉えているのでは、アラさんの私はそう考えています。実際10代から20代前半にこの傾向は増えているようです。ああ、私もジェネレーションギャップを感じる年になってしまったものかと少し落ち込みます。ちなみに映画を倍速で見る傾向は男性よりも女性に見られるようです。今後は男性も増えていくのでしょうか。いやはや時の流れを、時代の変化を見せつけられますね。それでもやっぱり映画なんかはその作品ごとのペースがあると思うので、本当に映画を堪能するなら倍速はやめた方がいいのではと思ってしまいます。特にホラーの来るよ、この楽しみなんて倍速にしたら吹き消されそうですね。まあ人それぞれの見方がねありますわな。それではまた明日ね。